なんかやってないっぽい。お客さんが多くて今日は拾えないでしょって落ちてないって、うん、そう残念だ、うん、時間が遅いとねしょうがないね。ドロドロなるよね、うん、それをね久保田さん行こうか。美味しそうじゃない。唐揚げにしてた。これいいなと思って。いやほら、こんなの誰かが食べたらね、お父さん。あんまり美味しそうじゃないな。半額だって。